はい、こんにちは。元気にしてますよ。とっても皆さんにご心配かけて申し訳ございませんでした。400人チャンネル登録者400人になりました。ありがとうございます。チャンネル登録者の方、皆さんありがとうございます。長い間お休みしてる間に、あれよあれよという前言う間に400名になりました。おめでとうございます。ってバカなことやっております。私しばらく YouTube 投稿するのをお休みしておりました。私の大好きな継続は力なりっていうのが大好きで、毎日毎日バカのように上げてたんですけれども、もうです。しばらくお休みしてる間に皆さんからメールやらコメントをいっぱいいただきまして、ご心配いただきありがとうございます。確かにちょっと元気がない時もありましたが、このように元気でおります。で、しばらくおしゃべりいたしますので、その間に退屈されると困りますので、この辺りにちょこちょことお仕事の写真をこちらこちらに載せていきたいと思います。毎日仕事もやっております。毎日家事もやっております。そして毎日、手作りで伝えよう、ありがとうっていうイベントの準備もやっております。手作りで伝えるありがとうを4月のイベントを行い、4月にイベントを行います。この準備もやっております。ただいま確定申告の準備もやっております。それから私、免許、高齢者の免許の書き換えも行かなければなりません。新年会もあります。それからなんといっても、来てごんな見てごんな文化祭 in コープっていうイベントも控えております。もうあれやこれやが頭の中ぐちゃぐちゃでございます。そこへましてガッツンときたのが私の歯のことでございます。ちょっと歯の調子が悪くて、お医者さんにかかりましたところ、抜かなければいけないと。そのためには親知らずも抜いて、そしてあれやこれやとしてインプラントなんていう、なんかもうガーンガガーンっていう、なんかショッキング。私にはですよ、皆さんそうでもないかもしれないけど、すっごい私には一生の中でこんなショックはございませんというぐらい、親知らずを抜くということは私にとってはすっごいショックなんですね。嫌なんです。それでまあいろいろ悩んで悩んだ結果、今のところは何もするつもりはございません。そんなこんなで私が思考をしていると行動が止まってしまいました。皆さんも自分の歯は自分で守ってください。自分の歯を守るということは、自分の歯を丁寧に一本一本丁寧に磨くこと以外ないそうです。それに私は結論が至りましたので、これから毎晩毎晩歯を磨くことを宣言いたします。いや、ちゃんと磨いてたんですよ。磨いてましたよ、私も。だけど鏡を使って丁寧に一本一本を丁寧に磨くことをここに誓いますという感じです。はい。でやっぱり歯が悪くなったり歯周病になったりするのは環境の生活習慣病ですね。で私こう見えて自分で言うのもなんですが、頑張り屋さんなので、もうなんか夜中まで仕事したり、歯を食いしばってYouTube の編集をしたりするのは結構、ね、クッとなんか集中して1時間ぐらい固まってやったりしてるのがどうも悪いような気がしてきましたので、これからはゆったりとした生活をすると。今年の目標は頑張らない、頑張らなく頑張るというのが目標にいたしましたので、突然ですが SNS
はしばらくお休みしたのでございます。でも生徒さん曰くそのうち先生やるよって言ってますので、そのうち元気が出てきたらやると思います。今も元気なんですよ。元気です。ご安心ください。ありがとうございました。ではまた、来てごんな見てごんな文化祭インコープの動画を投稿したいと思いますので、16日か17、18日頃お待ちくださいませ。ありがとうございました。